皆さんこんにちは。ウルトラマイクロマニアックススポンサープロダクトレビューのお時間です。今日のプロダクトはハブさん様からご紹介いただいた Amazon のショップよりご依頼いただいた X4HD006 GPS ウォッチ送信機のレビューをお送りします。まずは開封して内容物を確認。パッケージ内容はシンプルで、時計型コントローラー、USB ケーブル、A5 番の取扱説明書だけ。まずは充電しましょう。付属する USB ケーブルを使って内蔵バッテリーを充電します。充電中は差し込み口のすぐ上にある緑色の LED が点灯し、満充電になると消えます。内蔵バッテリーは 200mAh と決して大きくないため、飛行前に必ず充電しておきましょう。およそ40分ほどで充電が完了しました。では各部の説明に進みます。卵型なのでメーカーロゴのハブさんで上下を判断します。周回飛行のオービットモードボタン、左サイドには手前から静止画撮影、電源、離着陸、高度調整ダイヤル。ここは押し込むとアーム、ディスアームボタンになってます。右側にもダイヤルがあり、機体方向が操作でき、押し込むとフォローミー。あとは USB と動画撮影ボタン。表面の上部にある4方向ボタンは機体をそれぞれの方向へ移動させます。腕に装着する時計型のコントローラーですから重量が気になります。というわけで早速体重測定。50.22g、 結構重い印象です。と、ここでいつも通りに機能とか説明するだけのレビューだとなんだかつまらないと思ってしまったので、自腹でもう1個購入。もちろん即座に分解。というわけで軽量化、もとい分解したコントローラーを計測。16.13g、 バッテリーを含めての重量なのでなかなかに軽量です。分解したコントローラーで気づいた点が一つありましたのでちょっと報告します。私のように左利きで時計は右手につけるという方がいらっしゃると思いますが、このコントローラーは左手につけてください。理由はこのアンテナの位置。右手に装着してしまうとアンテナが人の胴体側に来てしまうため、2.4GHz 帯の電波は吸収されてしまって到達距離が短くなると思われます。裏面にアルミテープを貼るなどの対策も有効かもしれませんね。機体とのバインド。本送信機は単体販売のため対応機体とは独自にバインドが必要です。というわけで手持ちの H502E でテストを考えていたのですが、なんか対応機種一覧を見ると H502E プラスとなってることに気づき、初期版の機体しか持ってない状態でテストに臨むのは危険が危ないと判断。急遽最新バージョンの H502E を用意しました。もちろん自腹で。では早速バインドしてみましょう。バインドはまずコントローラーの電源ボタンと静止画撮影ボタンを同時に押して起動し、LED インジケーターのすべてがフラッシュする状態にします。次に機体のバッテリーを接続します。機体は電源が投入されたとき、前回バインドされていたコントローラーが発見できない場合にバインド待機中のコントローラーとペアリングされる仕組み。
バインド時には機体を水平な場所に置き、30秒から60秒ほど待つとバインドが完了します。バインド成功、LED インジケーターのフラッシュ状態は解除され、機体はコンパスキャリブレーションになります。機能テスト。まずは、フォローミー機能から。機体の仕様によりますが、H502 や H501 は、フォローミー機能が起動された時の送信機との位置関係を維持したまま追従します。ですので対象の背中を追い続けるようなものではなく、この映像のように GPS コントローラーが右に動けば機体も右に動き、横からの撮影となります。要するにフォローミー機能では撮影方向の制御は行われず、機体の前後左右移動だけを行い、画角に入るよう追いかける機能となります。次はオービット機能。この機能は起動時にコントローラーの GPS 情報から中心位置を定め、機体との距離を一定に保ったまま周回飛行して中心にカメラを向け続ける飛行機能です。起動時の GPS 情報なので、その後に対象が移動しても追いかけずに同一周回を続けます。景色だけ撮影したい時など自分がフレーム外に出ることもできるので、アイデア次第で他のドローンにはない効果的な撮影が楽しめそうです。ここでウルトラマイクロマニアックスチャンネルらしいちょっぴり意地悪なテストをやってみたいと思います。ラジコンカーでフォローミー。オフロードのラジコンカーに超音波式の自動追従運台を設置、小型のアクションカメラとコントローラーを設置する左手を装備した特別使用車。今回ラジコンカーに搭載した超音波式の自動追尾運台ラクラク追尾ですが、追尾距離が5から10メートルでしたが、ドローンに搭載した発信機からの超音波を受けられず全く動作しませんでした。おそらくプロペラノイズにかき消されてしまったのでしょう。というわけで単なる重量物と化した運台はラジコンカーの走破性をスポイルし、ダラダラと芝生の上を走るだけのつまらない映像になってしまいました。もっと飛んだり跳ねたりといったロデオ的な対象を追うテストがしたかったのですが、飛んだり跳ねたりっていうターゲットだったら飛行機に乗せちゃうか。というわけで RC 飛行機に搭載して追っかけ撮影のテスト。最初に感じるのはゆっくり飛ばした RC 飛行機の速度ですら追従できてないこと。とはいえそれは HT006 コントローラーの能力というよりも H502E の能力によるので、このテストで注目したいところは飛行機が切り返した時どのくらいの遅延でドローンが応答するかという点です。
速度こそ RC 飛行機にかないませんが、切り返しの遅延も少なく、なかなか優秀です。あと、気づいた方もいらっしゃると思いますが、このフォローミー機能は高度変化に対して全く感知しません。つまり階段を上りながら後追い撮影させると、いつか地面に接触して墜落します。フォローミー機能を使うときは高度変化がない場所を選ぶのが無難だと思います。さて、切り返しの応答速度が優秀だということは分かりました。ここで気になることがあります。H216A や H501A といった Wi-Fi ベースの新機種には XHub 3アプリの機能としてフォローミーが用意されていますよね。 HT006 のフォローミーと比べたら差ってあるんでしょうか。というわけで、同門対決、アプリフォローミー VS HT006 フォローミー。搭載するのはこの S660 ラジコンカー。そして今回ラジコンカーに乗せるべく導入したのがこの超小型 Android 端末。腕時計サイズに Android 6.0 がフル搭載、カメラもついてて動画撮影も可能。 4G LTE カードを挿せば電話から LINE まで全てできちゃう。ジェームスボンドもびっくりのスパイ仕様。さて、いざ離陸という段になって問題発覚。何度やってもアプリ陣営の H216A が離陸できません。どうやら GPS 機能を使うと 2.4GB 帯電波の Wi-Fi や Bluetooth といった通信が途切れるのです。時計サイズに全てを押し込んだ弊害と、通常なら GSM や LTE 通信を使うという前提の設計から、2.4GB 帯電波の接続持続性は犠牲になってしまっているようです。この小さなラジコンに代わりとして iPhone を載せたかったのですが、重くて断念。結局 HT006 プラス H502 だけで走らせました。ラジコンカーの方向転換に速やかに応答しているのがわかりますが、それはすでに RC 飛行機でのテストでわかっていたことなので、やっぱりアプリと比べてみたい。というわけで、またもターゲット変更です。この S660 ラジコンから実車の S660 に変更します。このテストでは同じフォローミー機能において HT006 とアプリを比較し、どのような優位性があるのかを確かめたいと思います。比較となるドローンはこの2機種、飛行特性も重量もボディもほぼ同じ。すでに RC 飛行機で時速 20km 未満でないと追い切れないのは分かっているので、駐車場内をゆっくり走って比較したいと思います。走り始めは HT006 の応答が良いですね。 H216A の大きく揺れる挙動が目立ちます。なんというか紙風船がポンポンされてるイメージです。ポンポンポン。
ここまではメーター読み時速 10km 未満でしたが、少し加速して 20km まで上げてみます。アプリの H216A がフレームアウト、比べて HD006 の H507A はなんとか追従しています。停車後も H507E は速やかに停止するのに対し、 H216A は少々オーバーラン。この結果から考えられる差は GPS の更新頻度の違いであり、おおよそ1秒に1回のアプリに比べ HD006 は短いスパンで GPS 情報を取得し、高頻度で機体に送信しているので応答が早く滑らかな飛行なのでしょう。最後にもう一つテストをやっときます。点火到達距離テスト。この広い円形の公園は直径が120m あり、この野外公園用舞台からだと広場の末端までおおよそ 100m。 途中で高度を 20m に上げましたが、ほぼ芝生広場の末端に達することができました。この距離で自動的に RTH がかかりました。リザルトは 105.58m、 機体の視認範囲としては十分の距離です。Thank you.